し、カオルさんも私が悩んでること知ってるよね。なんか嫌だな、気を使われるの苦手。ここで会えたのも運命の巡り合わせ。生まれたばかりのメロディーを聞いてもらえるかい？え？何か用があるなら無理にとは言わないけれど、できれば感想を聞かせてもらえると嬉しいよ。ううん、別に用はないからいいけど。こんな感じにまとめてみたんだが、どうだろう？うん、カオルさんらしい華やかなメロディーでいいんじゃないかな。あ、でももうちょっと楽しい感じが入ると遊園地っぽさが出るかも。楽しい感じか、さすが美咲だね。ありがとう。もう少し考えてみるよ。いえいえ、どういたしまして。ん？どうかしたのかい？あ、そのカオルさんは何も言わないんだなと思って、学校で心とハガミに心配されちゃったから。美咲を悩ませることをしてしまったのはすまないと思っているよ。ただ美咲は何か温かい言葉をかけてほしいわけじゃない気がしてね。あ、自分の中で納得できる答えを探している、そんな風に見えたんだ。カオルさんってたまに鋭いこと言うよね。いつだって私の言葉は鋭さと儚さを持ち合わせているよ。いや、それはない。ねえ、ちょっと聞いてもいい？どうぞ。可愛い子猫ちゃんの質問なら大歓迎だよ。カオルさんって舞台でいろんな役を演じてるよね。希望とは違う役をやることってないの？望まない役ということかい？そうだね、華やかな役を任されることが多いけれど、そうではない役を演じたこともあったよ。名もない村人の役から動物、井戸の幽霊、いろいろな役を演じたものさ。しかしどの役も私の儚い演技で喝采を浴びたよ。なんかその絵が浮かぶかも。でもさ、望んでない役で評価されたら微妙な気持ちになったりしない？